これより後半戦に入ります。第3クォータープレーナンバー3-1西宮キックオフ。後半戦はトライアクシスチェスターズのキッカー1番西宮ブルーインズのキックオフで後半戦開始となります。アウトオブバウンズ外へ出ました。キックオフのボールは外へ出してはいけません。この場合リターンチームジェイスターズは5ヤード下がっての蹴り直しか、ボールが出たところから5ヤード前進したところからの攻撃にするか、あるいは自陣35ヤードからの攻撃を選べます。ジェイスターズ5ヤード下がってのリキックを選択しました。キックオフのアウトバーンズの反則、キックオフしたボールが直接サイドラインを割りますとこの反則となります。西宮ブルーインズは5ヤードバタッした地点30ヤードからキックを要求します。プレーナンバー3-2西宮キックオフ、先ほどのキックオフのリキックになります。キック開始地点30ヤードからのリキック、キッカー1番ジェスターズリターン。ジェスターズ陣35ヤード付近でボールデッド。西宮ブルーインズキッカー1番木下選手のキックオフで後半戦開始。これをトライアクスジェスターズリターナー7番堀選手が20ヤードリターン。ボールをリターンした地点自陣35ヤードからプレーナンバー3-3ジェスターズファーストアウト、ボールオン自陣35ヤード。パス成功。クォーターバック6番、ワイドレシーバー9番にパスを通し、約7ヤードゲイン。ワイドレシーバー9番宮城選手のパスが成功。ゲインは5ヤード。プレーナンバー3-4ジェイサーズ自陣40ヤードからセカンドダウン5。セカンドダウン5。パス成功。クォーターバック6番、ワイドレシーバー5番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。ジェスターズファーストダウン。トライアクシスジェスターズクォーターバック6番、上西選手から、ワイドレシーバー5番、広瀬選手へのパスが成功。5ヤードをゲインし、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー3-5、ジェスターズ自陣46ヤードからファーストダウン10。ランニバック31番トスを受け左オープンへのスイーププレー、約4ヤードのゲイン。プレーナンバー3-6ジェスターズ自陣49ヤードからセカンドダウン7。ナイスラン、ファースト。ランニバック4番、ハンドフォーター中央突破、右に大きく展開しファーストダウン獲得です。
抹消した選手を保護するため、レフリーによりますタイムアウトが取られております。先ほどのプレーはトライアクシスジェスターズ、ランニングバック4番佐藤選手のランプレーで15ヤードをゲインし、ファーストダウンを獲得しています。プレーナンバー37、ジェイサーズ相手陣37ヤードからファーストダウン点。トライアクシスジェスターズ敵陣37ヤードからファーストダウン点。パスは成功。パス成功。ヒップワイドレシーバーのキャッチアンドランを狙いましたが、これは逆に1ヤードロス。ターゲット9番宮城選手へのパスは成功しましたが、このプレーでは1ヤードのロス。1ヤードボールを後ろに下げています。プレーナンバー38、ジェイサーズ相手陣38ヤードからセカンドダウン11。パスダウン獲得までは11ヤード。パス成功。レシーバー7番にパスを通し、約8ヤードゲイン。プレーナンバー39、ジェスターズサーダウン3、ボールオン相手陣30ヤード。ワイドレシーバー9番、ラテラルパスを投じられ、慌ててカバーしましたが、この結果大きくロス。トライクスジェスターズバックパス。ここでホイッスルです。先ほどのプレーの解釈の変更です。バックパスだと思いましたが、一旦ディフェンスに前パスが弾かれて飛んだボールでした。したがって前パスの失敗によりパス不成功。ディフェンスの選手に当たりましたので、パスインコンプリートとなります。ボールは元の位置に戻りまして、プレーナンバー3の10、ジェイサーズフォースダウン3、プレーを選択します。ギャンブル。クォーターバック6番、パスを投じようとしてスクランブル。しかしここでタックルをされ、ゲインした距離を確認します。ファーストダウンには至っておりません。4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代、ターンオーバー。クォーターバックがボールを持ちましたが、ファーストダウンには届かず、ここで攻守交代となります。攻撃では西のリアグリーン。プレーナンバー3の11、西宮自陣28ヤードからファーストダウン点。
パス成功。バック0番フライドレシーバー11番のパスを通し約9ヤードのゲイン。ミッションやグリーンクォーターバック0番前田隆二選手からファイルシーバー11番大林正史選手のパスが成功。ファーストダウンを獲得しております。ファーストダウンを獲得しております。プレーナンバー3-12西宮ファーストダウン10ボールオン自陣38ヤードジェスターズナイスです。中央へのランプレーでしたがこれはジェスターズがアジャストし約3ヤードロス。プレーナンバー3-13西宮自陣35ヤードからセカンダウン13。ファースト、クォーターバック0番ミドルゾーンへのパス、これを85番飛びかかるようにキャッチし、ファースト。これで大会で85番片山武弘選手のパスが成功。選手は佐々木虎之介選手のパスが成功。プレーナンバー3-14西宮ファーストダウン10ボールオン相手陣46ヤード46ヤードから新たにファーストダウン10。クォーターバック0番ハンドオフ制から自らキープ3ヤードゲイン。クォーターバック0番前田選手自らボールをキープ。プレーナンバー3-15西宮相手陣43ヤードからセカンダウン7。西宮ブルーインセカンダウン。パス成功。ファースト。クォーターバック0番プレーアクションからワイドレシーバー86番へのパスを通しファーストダウン獲得です。ここでクォーターブレイクです。先ほどプレー西宮ブルーインズクォーターバック0番前田選手からワイドレシーバー88番山田正選手のパスが成功。パスダウンを獲得しています。先ほどのパスはターゲット88番でした。失礼しました。フィールドでは水分補給のためのウォータータイムアウトが取られています。プレーナンバー3-16西宮相手陣33ヤードからファーストダウン10。ウォータータイムアウトが終了しまして試合再開です。西宮ブルーインズファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック0番プレーアクションから右にロールアウトしパスを投じようとしましたがターゲット見つからずパスを投げ捨てました。
プレーナンバー 3-17 西宮相手陣33ヤードからセカンドアウト。クォーターバック0番 QB ドロー、約3ヤードのゲイン、失礼、約5ヤードのゲイン訂正します。西宮ブルーインズクォーターバック18番近藤良介選手の、失礼、クォーターバック18番でした、失礼しました。プレーナンバー 3-18 西宮相手陣28ヤードから3ダウンファイ、バースダウン獲得まで残り5ヤード。パス成功、パスだ。クォーターバック0番ワイドレシーバー85番にパスを通し、ファースダウン獲得です。ワイドレシーバー85番佐々木虎之介選手のパスが成功、ファースダウンを獲得しています。プレーナンバー 3-19 西宮相手陣敵陣22ヤードから新たに4回の攻撃開始です。西宮ブルーインズファーストアンテン、ランニーバック2番トスを受け左オープンへのスイーププレー、西宮ブルーインズランニーバック2番野々垣優希選手、ゲインは約6ヤード。ドライブのプレーで6ヤードをゲイン。西宮ブルーインズセカンドダウン、プレーナンバー 3-20 西宮相手陣16ヤードからセカンドダウン4。パス成功、ファースター、ファースター、プレーアクションから右にホールアウトし、85番にパスを通し、ファースター獲得です。ワイドレシーバー85番佐々木選手のパスが成功、ペナヤドゲイシーファースダウン獲得です。西宮ブルーインズゴール前9ヤードから4回の攻撃開始。プレーナンバー 3-21 西宮ファーストダウン2ゴール残り9ヤード、ゴール前9ヤードからファーストダウンゴール2ゴール。中央へのランプレー、しかしこれはアジャストされ、ゲインはなし。キャリア1番木下選手がボールを持ち1ヤードゲイン、キャッチリしたのはクライマックスデスター、ラインバッター44番林選手です。プレーナンバー 3-22 西宮相手陣9ヤードからセカンダウン2ゴール。西宮ブルーインセカンドダウンゴール2ゴール。パス成功、クォーターバック0番パス成功、リアクションから西宮ブルーインズクォーターバック0番前田選手から約8ヤードで91番高橋選手、ターゲット91番ゲインは8ヤード、ゴールには1ヤード届いておりません。プレーナンバー 3-23 西宮相手陣1ヤードからサードダウン2ゴール、西宮ブルーインズゴール前1ヤードからサードダウンゴール2ゴール。中央へのランプレー、しかしこれはエンドゾーンに届いておりません、フォースダウンとなります。
プレーナンバー3の24西宮フォースダウントゥーボール残りインチプレーを選択します。ギャンブル1ヤードからフォースダウン。中央へのパワープレイ、タッチダウン。タッチダウン。ランニバック22番中央のミッションタイヤと中央パワープレイ、味方のラインを押しのけるように中央突破し、そのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン。ミッションブルースタッチダウン。第3クォーター6点を追加。これよりドライブポイントです。西宮6点獲得。プレーナンバー3の25トライ4ポイント。キック成功、1点追加。西宮ブルーインズ28点、トライアクシスジェイサーズ0点。一番木下選手のキックが成功、エキストラポイントをさらに1点を追加し、西宮ブルーインズ第3クォーター7点を追加。ここまでの得点28点です。プレーナンバー3の26西宮キックオフ、キッカー1番サーズ7番リターン。ジェイスターズ陣25ヤード付近でボールデッド。先ほどタッチダウンしました西宮ブルーインズ、キッカー1番木下選手のキックオフで試合再開。これをトライアクシスジェイスターズ、リターンが7番堀選手が約5ヤードリターン。タックルしたのは西宮ブルーインズ4番菅谷選手でした。トライアクシスジェスターズ、ボールをリターンした時点自陣25ヤードからファーストダウン。ジェスターズファーストダウン。ボールオン自陣25ヤード。トスをしての右オープンへのランプレー。キャリア27番大上選手のランプレー。ゲームは約2ヤード1ヤード。トライキスジェスターズセカンドダウンライン。プレーナンバー3の28ジェスターズ自陣26ヤードからセカンドダウンライン。パス不成功、パスインコンプリート。サーダウンに変わります。ここで第3クォーター終了です。第3クォーターを終えまして、西宮ブルーインズ28点。ここで第3クォーターの終了です。方向入れ替え、第4クォーターに移ります。テレビ局、社会人アメリカンフットボール協会主催。